中年のおじさんガチャで発表してんじゃねえよ。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 やっぱこの年でもね、ガチャ出たらどうしても嬉しいんで申し訳ない。はい、どうもアナゴレスです。さて今日のレイマスなんですけど、まあシーズン2が始まってぶっ壊れマシンが出てしまいましたね、これ。まあ何がぶっ壊れてるかと言いますと、シロンですね。ブガッティシロンがちょっとぶっ壊れ仕様なんで、こちらの方見ていこうと思います。はい、こちらですね、ブガッティシロン。今回はちょっと比較していこうという企画で、性能はこんな感じです。ちょっとこれ、電気系統だけレベル4上げちゃったんですけど、ほぼほぼレベル3です。そう、もちろん無凸のほぼほぼレベル3。電気系統上げるだけでちょっとめっちゃ性能変わっちゃうんですけど、ちょっとこの辺はご了承ください。配信中に上げちゃいました。まあ、これだけでも結構ぶっ壊れてるんですよね。レベル3でこれかよ、みたいな。まあ、電気系統上げたら最高速度がね、めっちゃ上がるんですけど、それでもこの性能なんですよね。ちょっとぶっ壊れすぎてんな、みたいな、思いました。で、今回はですね、どのマシンと比較するかと言いますと、こちら。はい、タイカンの貫突と比較していきます。タイカンはこれ貫突で、全部レベル5ですね。で、まあまあ、強いマシンだと思っております。レーシングの中では体感強いマシンだと思ってるんで、この貫突の体感と、このぶっ壊れマシン、無凸のシロンとね、比較していきます。まあ、これで比較してみましょうかね。まあ、四駆ですね、両方とも。四駆で、まあ、最高出力が全然違いますね。全然違うみたいな。重量も軽い。電気自動車重いかな。体感重たいですね。100キロまでの加速時間は、体感の方が速いと。で、ブレーキ距離、タイヤ距離。まあ、この辺はちょっと違ってきますね。まあ、何が違うか言ったら最高速度が全然違うんですよ。シロンとタイガンだと。で、加速はタイガンの方が速いですね。若干。そう、この中途半端なシロンでどんな記録が出るかちょっと試していこうと思います。まあ、言うまでもないんですけど、シロンレベル5にしたらめちゃくちゃ強いと思います。完全にぶっ壊れと思うんで、速いマシンが欲しい方は、シロン一択かなと思います。ただし SVJ とかアキュラとか持ってる方もいらっしゃるんで、まあ、シロンは早いと思いますが、自分の好きなマシン乗る方がモチベ上がるんやったら僕はそっちの方がええと思ってますんでね。ぜひぜひ自分の好きなマシンを乗ってください。で、シロンはちょっとこれ強すぎるんで、もう僕はこれ以上上げんときます。これ以上上げてもなんか扱いきれんので、まあ、これぐらいがちょうどいいかなみたいな感じでね、やっていこうと思ってます。はい、まず今回ですね、まあ、比較するって言ってもこのコースが一番走りやすかったんで、ここで行こうと思います。まあ、僕の好きなコースですね。まあ、自分の好きなコースで走っていこうと思ってます。1分28秒059。これは、体感で出した記録ですね。で、まず体感で走っていきましょうか。どれぐらい、こんな出へんかな。こんな記録出へんのじゃん。どうやってこんなの出したんやろ。とりあえず走っていこう。まずは体感ですね。これで走っていきます。調整はこんな感じですね。23233にしております。もう安定性をぶっ壊して、他の方に振ってる感じですね。これでまず走っていきます。まあ、記録はですね、結構しょぼい記録となっておりますので、あ、速さはちょっとごめんなさい。ごめんなさいなんですけど、なるべく一生懸命走りますので、ね、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。SVJ にやっぱ負けるよな。ここで追い抜きたい。ここで抜けるよな。ここで、運転安定できる。運転安定。運転安定でいったらね、多少は抜けるんですけど、結局最後に抜かれるんですよ。運転安定ね。運転安定。運転安定でいきますよ。何回運転安定、運転安定言うの。うるさいっちゅうやな。やばい、これ吹っ飛ばしたらこれダメですね。スピード落ちるから。もう抜かれてるやん。まあ、これは、まあ、自分の記録、用かな。まあ、比較用とはならないか。比較はタイムだけを見たらいいんかな。次の走る、シロンティの部下ですね。シロンティの部下でどんだけいけるか。そう。あ、かなりぶっ壊れてますよね。何回か走ったんですよ、ランクマとかでも。ぶっ壊れすぎてて、ちょっと、これ、やばいんじゃねみたいな。シロン、とっとったら別に他のマシンいらんやんっていうぐらいぶっ壊れてると思うんで、速いマシンが欲しい方は、まあ、シロン取ったらええかなみたいな感じですね。自分の記録に全然及ばなかった。
まあ、とりあえずこんなもんですね。普通に走ってこんなもんでした。1分29秒の595ですね。まあ、大体こんな感じです。はい、次に出すのがシロンですね。シロンティのブガを出します。シロンティのブガ。ぶっ壊れマシーン。で、走っていきます。よし、行くぞ。シロンティのブガで。加速速いし、最高速度速いし、結構ぶっ壊れてますよね、普通に。レベル3と電気系統4でこれっすかね。速すぎるんや、多分。マジで。ちょっと、失敗したわ。やり直し。ごめん、失敗した。あるあるやね。失敗したとこもさらけ出していきます。僕の動画で。うまいこと走るの無理やから、この失敗したもんさらけ出していきます。何回目でいけるやろね。とりあえず、ここは、雲仙暗転で行った方がいいから、雲仙暗転。雲仙暗転ね。また失敗したわ。ごめんで、3度目の正直です、これ。3度目の正直。3度目の正直で多分うまいこといけると思っております。最初の S 字うまいこといかへん。早いな、これ。加速普通に、さっきの体感より全然早いね。結構ぶっ壊れてるよね、ほんま、このマシン。普通にぶっ壊れてると思うで。なんせレベル3ぐらいでこんなもんすからね。終わってるやん、こんなん。インフレ化してまうで。初心者の人でもこれ結構速く走れんじゃん。って思うぐらい、速度がバグってわ、ほんま。速度バグってるし、加速バグってるし、まさしく、あれか、初心者さんに、向いてる？どうやろうな？扱いやすさがあれか。こっちの方が使いやすいやろうな。SVJ とかの方が使いやすいっていうのも出ますし。使った感じは、ベンツのアーマーゲーみたいな感じはするんですけど、どうやろう？アーマーゲーみたいな感じはしますよ。個人的に使ってみて思ったのは。こう。アーマーゲーも早いじゃないですか。まあ、こっから追いつくかっすね。追いつけんかな。あ、やばいやばい。追いつかねえな、俺。あ、ぶつかった。こっからの加速でどんだけ伸びるやろ。どんだけ伸びるかっすね。5、6、7、8、9。あんま変われへんやん。体感とあんま変われへん。ぐでぐでの走りでこれやろ。よし、もうちょっとやっていこうかな。もう一回やっていこう。これ何度目の正直やろな。もう900回ぐらいやってんで。マジで。全然あかんねんけど。体感の方が使いやすさはあるわ。でも速いのはこっち。さあ、どっちを使うみたいな感じですね。速さはこっちっす。間違いなく。速いんで。ぶっ壊れしようっす。間違いなくぶっ壊れしようっすね。速さはね。速さはちょっとバグってるっすね、これ。マジで速いんで。ぶっ壊れ仕様でございますよ。ほんま。本気のぶっ壊れ仕様。まあ今から始めるんやったらこのマシン一択になるんかな。なんかそんな気がするわ。強いもん。ずるいでこんなん。いきなりこんなマシン出てきたら。マジで。あ、普通に速いし。直線のコースとかだったら速いか。まあ加速も直線もええんで。結構ぶっ壊れてるよな。普通に。でも自分の記録は抜かれへん。よし。まあ、記録抜けん方がいいんやけどね。せっかく体感で頑張って出した記録やから。なんだし。シロン出てきて速攻抜いてもたら嫌や。完全マシンの性能とかで、そう、行くん嫌やから。個人的にはね、あの記録を抜かんようにしたよ。こっからどう伸びるかやな。こう。最高速速いよな、普通に。こう。6、7、8。8秒台か。結構ぐでんぐでんでもこの記録やろ。まあ、ぐでんぐでんでこの記録か。早いな。なんずるいわ、このマシン。もう一回やろう。シロン、インチキやな、これ、マジで。むっちゃ早いんやけど。普通に早いと思うで。まあでもコースによるか。直線とかのコースは早いよな。加速ともにお化けやから。うん、完全加速お化けや、こんな。やばすぎワルタ案件。マジで強いで、シロン。
と異常やわ、この速さは。インチキすぎるわ。割とぐでんぐでんでもこれやからね、僕の大したことないスペックでもね、うん、スペックでもこんなんやから、速い人が走ったらもうさらに速いという、もうむちゃくちゃ速いやろね。完全インチキマシンになります、うん、インチキでなる。何やインチキ、大好きかみたいな、大好きみたいなんで。あ、これ抜けそうやな、記録出そうやわ。ちょっとドリフト入れようか、曲がりきられんやな、曲がりきられん。追いつけるかな。あ、SVJ に追いついてんな、普通に。追いついてるわ。速ないこれ、普通に。インチキすぎるやろ。6、7、8。速いな。インチキやわ。はい、マジインチキです。危ない。もうちょっとであれや、自分の記録抜くとこやった、ほんま。うん、抜かんでよかった。せっかく体感でね、ここまで出したから、このまま体感で続けていこうと思います。シロン、やばいな。普通に走っただけであれやろ。うん。体感、貫突しても、シロンの3ぐらいにはかなわんってことか。うん。ちょっと早すぎるよな。SVJ とちょっと比べてみようか。ちょうどいいわ。SVJ、レベル3なんですよね、僕。うん。使ってないから。SVJ のレベル3と比べますと。何これ全然ちゃうやん。まあ、加速は SVJ でも、最高速度が全然違うみたいな。あ、加速で体感と一緒ぐらいか。やばいな。最高速度全然ちゃうやん、これ。うん。まあ、SVJ もあれか。4まで上げたら、必要になるか。ちょっと見てみよう。SVJ は完全に3なんで、これ上げたら、ああ、これ上げてもだいぶちゃうな。6.9 か、SVJ。6.9、ちょっと待てよ。ああ、これ電気系統上げてもあれやな。SVJ より全然速いやん。加速は、多少、SVJ の方が速いと。最高速度が全然違うやろ。これ、上げても、6.9 やな、SVJ。ほんで、シロンが 8.4 やろ。やばすぎるやろ、これ。全然違うやん。まあ、その分加速はちょっと変わってくるけど、まあ、加速も、最高速度も速いんか。なんじゃ、このマシンは。ちょっとシロン強えな。うん。まあ、シーズン2から始める人やったら、レーシングやったらもうシロンですね。速さ的に。まあ、シロンしかないんか。SVJ とかアキュラとかないから、これと劣ったら、だいぶ、有利って言ったら有利ですね。ただし、扱い切られへんとちょっとむずいかな。ドリフトとステアリングが、そこまでっていう、あれか。安定性はあるから、全然扱いやすいと。ドリフトステアリングっすね。はい、それではいかがでしたか？こんな感じでね、ちょっと比較してみました。僕の大好きな体感がね、まだまだ使えるのか。まあ、まだまだ使えるとは思いますけど、レーシングがちょっと厳しになりますよね。シロンだらけになったとしたら、うん、厳しになるかなと思ってるんですけど、まあ、コースによるか。コースによっちゃ SVJ とかアキュラの方がええかもっていう方もいらっしゃるし、まあ、どのマシンを乗るかはね、もう自分のあれですね。そう。自分好きなマシン乗ってください。僕は相変わらず体感で攻めていこうと思います。はい、それでは今回の動画いかがでしたか？良かったと思っていただければ高評価をポチって押していただければ励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。